よいしょ。はい、皆さんおはようございます。今日は、天国へ続く、黄金の道ということでね、今日は撮影しております。まあ実際の色はねもう少し綺麗なんだけど、どうしてもビデオカメラだとね、よく映らないんですが、今日もね、秋晴れで非常に心地よい、朝ですね。今日は、日曜日なんですね。今日も朝から、ある国の大統領のね話が出てました。自由とはね豊かな時間を作るものであってね物質に満たされるものではないということでね、お話がありました。いや本当にその通りだよね。ね時間に追われて仕事してね、時間時間時間って金金金ってね、本当に自由なんだか不自由なんだかね、時間に追っかけられるのは自由じゃないよね本当に。やっぱりこういう自然の美しさをね、めでながらね、好きな人と暮らして、ね、子供を作って、次の時代に、自分の血を残していくというのがね昔から脈々とねつながってきた、教えなんですが、いつの間にかね、日本も資本主義にね、どっぷりと組み込まれちゃってしっかり欧米化されちゃってね、昔の日本はね西郷隆盛が言ってたんだ、みんなね腹いっぱい飯が食えるようにしたいと、十分なんだそれでな。ねえ飯が食えてねえ寝るとこがあって好きな人ができて結婚して子供を作って悠々自適にね生活できるのが本来のね生活だと思うんだけどね、まあここが一番メインかな。ねもう少しね綺麗なんだけどまあいいか。ここがね非常に今日もね朝日が当たって非常に綺麗ですね。こうやって止まるとね画面が綺麗なんだけど動くとやっぱり画面揺れるわな。なんかね画面揺れないような装置もあるんですが何回も撮らないしね、そんなにかけてもどうしようもないわ本当にな。ここはね本当に自然に恵まれて空気は美味しいし、ね、落ち葉をかみしめて歩くのも非常に心地いいんだ、ね、本当はみんなにこういう生活をねしてほしいんだよね本当に ね、ね日曜日は体休めるだけで何もできないしね、子供と遊んだら疲れちゃって月曜日は辛いと、何のための人生なんだってね。この前も YouTube でね、もしお金がなかったらあなたは何がしたいのかね、いい問いだね。私の大先輩加藤はかるさんっているんですが、この方もね、奉仕社会を作ろうと、そういう資本主義じゃなくて、やっぱりみんなのためにね働くと、金儲けじゃなくてね、みんなが自由な時間を使えてねゆっくりと暮らそうじゃないかという発想のもとにいろいろと訴えていますけどね、まあ一回こういう資本主義がもう進んでしまったからね、
まあこれは本当に地球を焼き尽くすっていうかね、資源開発もそうだけど、最後は地球をむさぼり食ってね、地球を破滅して滅びるこれ道なんですよこれね。だからどっかでね、今日朝言った大統領の、話をね、元にね環境問題を大切にしてね、お金お金、そういう時代をやめようというね、訴えを国連でしたらしいんだけどね、それが、元ですっかり有名になった大統領だけど、まあ自分の給料のね、大部分を寄付してね、国民のために、尽くしているようですけどね、まあ85歳になって、まあもう現役を退くということでね、話ありましたけどね、まあ85ったらね、80過ぎたらもう余力だからねもういつ死んでもいいような、年だからね、85は立派だよ本当にな。私の知ってるとこの92歳のばあちゃんもね、ラーメン屋で頑張ってる方もいますけどね まあ元気ならね、一向に働いて構わないんです本当にね。死ぬまでね、やることがなければね、自分の、決められたところへね働くっていうのはこれ立派なもんです本当にね。いや今日は本当に天気が良くてね、これ、ご先祖さんありがとうございます本当にね、こんな素晴らしい景色をね与えてくれて、ありがたいわ本当にな。まあ我が家にもね800年前の、親鸞聖人直筆の書っていうのが伝えられてね本物かどうかわかんないんだけど、そこに南無陀仏ってね書いてあります。この南無陀仏って何なんだって、ね、私に教えるために、我が家に800年間火事にも遭わずね、泥棒にも遭わず、よく持ちこたえてきたなと思いますけどね。まあ南無陀仏ね、私は仏さんですよ、皆さん仏さんなんですっていう意味なんですけど、皆さん勘違いしてね、仏さんにお任せしますバカなこと言うんじゃないってね、人に任せて幸せなんてありえないんですよ本当に幸せはね自分の手で掴まないとね、そんな世の中ね甘くはできてないんです。やっぱりね他力自力がありますけど、やっぱり自力でね、仏さんをもぎ取らないとね、成仏できないんです本当にね。皆さん一度きりのね人生だなんていう人もいますけども、簡単にこの生命っていうのはねなくならないんだ。皆さん死んだら終わりだと思ってるんだけど、そうじゃないんだよね。この宇宙は、ビッグバンっていうかね、本当にピンポン玉ぐらいの大きさから一気に爆発してね、こんな広い宇宙になったという、話もありましてね、そのちっちゃな一点から生まれたのがこの宇宙でね、でまたその宇宙から、ね、生命というのができて、だんだん進化してきたという話もありますね。ただねこれ、エンジンから人間に変わったというところのこの証拠物件がまだ出てないんだよね そこがまたね面白いところだよねこれ。まあまあ本当にね皆さん簡単に死ねると思うけど死ねないんです。この生命というのはね、今言ったピンポン玉の大きさの中に凝縮されてるんですよ。でいずれはまたこの宇宙もねまた縮こまってピンポン玉に収縮し、
またしばらくね、平凡な宇宙になってね、でまたねこれ平穏な宇宙はいいんだけど、やっぱりこの宇宙の心もね、何年もやっぱり一人いるとやっぱり寂しいんだな。でやっぱり自分を認めてもらいたいっていうかね、宇宙の心を知ってほしいということで、また爆発してね宇宙を作ると、そういう繰り返しが真実なんですよ。ですから皆さんね、死んだら終わりじゃないんです。死ねないんですよこれね、天上天下唯我独尊ってね、お釈迦様が言ったらしいですよ私は聞いてないから分かんないけど、要するにこの宇宙は一人しかいないんだよと、あなたしかいないんですね。あなたが考えた宇宙が宇宙なんですよ。他人が考えた宇宙じゃない。あなたが考えた宇宙が宇宙なんですよそこはね皆さんなかなか分かんないわな、俺がってね、ある言葉、あれこれどこの言葉だったかな、どっかの坊さんが言ったのかな、己は小さくね、人は大きく、心は丸く、気は長くというね言葉を流しても本当にいいこと言うよな本当に言ってもなかなかできないのがこれね、できないから言ってんだろうけど本当にね、できないことばっかりだ。まあできないことばっかりだけど、自分の心は自由だからね、どんな広い宇宙観もね、自分では持てるので、ぜひね、広い宇宙観を持ってね考えを巡らすと、解決しない問題は一つもありません。この前も中国の人だったかな、独座大 UFO ってね、その大きい大 UFO、大きい山があったんでしょうね、そこで自分が座っておられるのが大事だと、すごいこと言うよねまあそれはなんかね、自分の生活が安定してるからそういうこと言えるんだけどねまあこれはなんか禅問答でね、ある坊さんがそのね有名な坊さんに、この世で一番大切なものは何ですかという問いに答えたらしいんですけどね、生きてるのが一番だと、ね、やっぱり生きるのが一番なんだ本当にね、皆さん勝手に、ね、生まれてきたと思ってるけどそうじゃないんだよね、この何十億というね、期間を持ってやっと生命が誕生してね、まあ、あなた方のね父さん母さんじいさんばあさん、ね、その前って言ったらね、もう何十代にもつながってきてるんだよこれね、だからてめえ一人の命じゃないんだってこれね、この頃なんか自殺する人もね多くなってるけどね、そういう自分の命は簡単にできたもんじゃないよと、先祖代々、何十億という期間を経てあなたは今生まれてるんですよと、だからね、黙ってそこに座ってたけども十分価値があるということなんで、死ぬことはないんです、死ぬことはね、今生活保護というのもあるし、ね、最低限の生活は今できる日本ですからね、死ぬことはないんです、その辺を十分分かってね生活していただけるとありがたいわな本当に、今日はだいぶ歩いてきたの、どうでしょうかね、天国へ続く黄金の道今日そんな話、あれ何話したんだっけ、宇宙の話か、そういうことでね、この、道の画面をね、
思い浮かべて、ああ天国行けるんだなと。まあ天国っていうのはその言ったねビッグバンの初めのピンポン玉の宇宙の心、そこを天国って言うんですよ。ですから皆さんもね、いずれはこの宇宙も収縮するからね、一切なくなるんですこれ。なんぼ嫌だとかね、いいだとかって言って、そういう仕掛けになってるもんだからね。そういうことで、疲れたら、大体天国の道も最終局面にかかりました。まあ今日はこんなとこかな。皆さんこれを見てね、ぜひ天国へのね、道へね、行ってほしいと思いますね。今日はこんなもんかな。ごきげんよう。さようなら。またお会いしましょう。さようなら。